こんばんんは久保です、えー、こんな記事を知ってるでしょうか世界のトップ62人の大富豪が全人類の下位半分すなわち36億人と同額の資産を持っているとたった62人が世界の人口の半数を養える額である約180兆円を持っているということなんですよちなみに現在世界の総資産額ランキングこのトップはですね、まあ、ビル・ゲイツさんですよねマイクロソフトの総資産 えー、9兆千億円持ってますでメキシコの通信王カルロス・スリム氏これ8兆9000億円ですねこれも大きいですね、えー、投資家ウォーレン・バフェットがやっとここに出てきます8兆3000億円でちなみに日本のトップであるファーストリーディング柳井社長は創始者が、まあ、2兆3000億円で41位と日本人ではただ一人 まあこの金持ち集団の乗船名簿に名を連ねているわけですよねでこの10年世界中で金持ちと庶民の格差が広がり続けています特にアメリカの経営者は年俸がうなぎ上りで以前は1億2000万円ぐらいの年俸をもらった人が今では11億とか20億とかもらっているケースも珍しくないそうです世界を含め世界中でベストセラーになったフランスの経済学者トマ・ケペティ あトマ・ピケティ氏ですね、えー。資本主義社会では長い目で見ると格差がどんどん広がっていくというふうに言っていますよね。で、こうも続いています。20世紀は戦争などの影響でたまたま格差が小さくなっただけと科学的裏付けをもとに主張してこれ今大反響を呼んでるんですよ。もう一回名前言いますね。フランスの経済学者トマ・ピケティ氏です。ちょっと言いにくい名前ですね。 えー、ゲイツ氏ら世界のトップ中のトップが持つ総資産はギリシャやデンマークの国家予算にも匹敵し夏には貸し出し料が週5億円のクルーザーに乗り家族とバカンスをビル・ゲイツ氏は楽しんでいますまた最近ですね軽井沢に要塞のような別荘を建設しているということで注目を浴びていますすごいですねまた総資産2兆6000億円を誇る世界第34位の富豪サウジアラビアのビン・タラール王子は 1> 1機あたり400億円の最新鋭旅客エアバス A380 の内部を一流ホテルのように改装しプライベートジェットとして使っているそうです、まあ、彼ら大富豪がスーパーで買い物をするような感覚で数千万数億円を使える一方で世界には1日100円足らずの生活費で暮らす超極貧が約12億人200円以下で暮らす人がおよそ30億人いるそうです 日本もすでに格差社会であってしかも腸がつく格差社会です高度な教育手厚い医療安全な暮らしといったものも金持ちほど手に入れやすいわけですよね政治権力への影響力ももうすでに金次第ですハーバード大学でも学生の親の平均年収は約5000万円金持ちの子は最高の教育を受けてエリートになりますます富と権力を得るつまり富は循環していくわけです 日本では今、上位1%の富裕層が国富のおよそ1割を持つようになりました。日本政府はトリクルダウンという富の浸透が上流からこぼれ落ちるから心配いらないと連呼してきたんですが、まあ、つまりですね、これは大企業が潤えば、金は末端まで行き渡り、庶民も豊かになるという理論なんですけども、しかし、こういうこともご存知でしょうか。アベノミクスの まあ、手、提唱者の一人、竹中平蔵さんがですね、この年明けに突如、トリクルダウンはないと発言したんですよ。で、安倍首相以え、安倍総理以下ですね、政権幹部もトリクルダウンを否定するようになってきてます。ね、これはどういうことなんでしょうか。まあ、ということで、ここからは私の考えなんですけども、経済格差っていうのは、グローバルベースでも見ても、ますます進行していることがわかります。そこで、富の集積を上手にできるようになっておかないと、 今後、我々も、我々の子孫も大変になります。あなたのお子さんも大変になるということですよ。あなたが稼げないばっかりに、お子さんも稼げないスパイラルに入っていくわけですよね。絶対の法則して思うのは、上からのおこぼれや政府の経済政策によって、景気が良くなることや、会社での待遇が向上することなどはありえない、期待してはいけないということです。 自分の力にしっかりと自信を持てるように己を鍛え他者への依存は避けるべきです、まあ、では一体どうすればいいのかということなんですけども例えば富を増やすものが資産と呼ばれますよね大切なことはその資産のうちどれをあなたが得るべきかということなんですマスターマインドの皆さんはもうお分かりですよねではですね今日の音声ここで終わりますので あなたがどんな資産を持つべきかということを回答してください。えー、今日のシェアタイムは、えー、それです。では、えー、すぐに書いてください。お願いします。では、明日、明日回答します。